チャルル・ジャラベールはフランスの画家であるアカデミック美術の画家の一人で宗教が歴史が肖像画を描いたフランス南部のニームに生まれた絵の才能を示しアレクサンドル・マリー・コランが1834年から1838年までニームの絵画学校の教師をした時の学生の一人となった父親は商売を学ばせるためにジャラベールをパリに送ったが 雇い主も絵の才能を認め、ジャラベールは1839年からパリ国立高等美術学校のポールドラローシュの教室で学ぶことができたが、ドラローシュの教室は学生同士の不祥事で1843年に閉鎖されることになる。1841年にローマ賞に応募して2位になり、その後もローマ賞に応募するが、 優勝することはできなかったので1843年に自費でローマ留学することにした。4年間イタリアに滞在し、パリに戻った後、パリのサロンに出展した作品は賞を得なかったが高く評価され、リュクサンブルール美術館に買い上げられた。画家として人気になり、上流階級の人々の集まりに招かれるようになった。ドラローシュのもとで共に学んだジャン・レオン・ジェロームから、 歌唱のアドルフ・グーピルを紹介され、画家として安定した生活を送ることができた。宗教的な主題や歴史がおサロンド・パリに出展を続け、1863年頃から人気のある肖像画家となり、オルレアン号の家族から多くの肖像画の依頼を受け制作した。1855年にレジオンド・ドヌール勲章を受訓し、1867年に レジオンドヌール勲章を受訓した。ありがとうございます。